みんなは、セイザーチャンネル、ハルカと、リエンと、アキと、カズです。よろしくお願いします。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。あれ、これニュースはね、私に花から送った。今日私も見とるから。11月からオンライン授業は始まります。インターネットとかテレビ、ラジオとかそこから、ね、始まるみたいな。テレビでさ、国営放送で授業ってすでに始まってるんじゃなかったの？あれはゾンビとかテストをしてるみたいです。あ、テストなんだ、あれは。はい。あとテストと、あとはあの教える先生たちにあのゾンビとかテストとかいろいろやってるみたいです。なるほどね。学生にはこれからということですね。あとで授業は 50% ぐらいは。ああ、カリキュラムを減らしたのね。はい、はい、はい。遅いからね、大事なところだけ教えるね。なるほど。インターネットがない人は？でも今、ミスからね。インターネットとテレビとラジオから、そのミスもどうもないの場所はないでしょ。そうか。例えば、ラジオぐらいはあるでしょ、田舎だと。確かに。すごい難しいね、ラジオで勉強するのって。声だけかな。声だけだからね。でも田舎の皆さんはね、例えばね、英語の勉強とかはよくしてますよ、昔から。ラジオで。ラジオで、はい。そうなんだ。一回なんか20分ぐらいとか、今日のあの英語とかは慣れてるらしいです。私たちも勉強したことあるね、英語で。あと日本語もありますよ。数学はどうやって勉強したらいい？そうですね。あと今書いたのはね、オンラインはできないの場所は25ね、300以上はオンラインはあるね。タウンシップね。だからオンラインできないのやつは今厄介、タクシー車にも出てて、そこの場所にはテレビとかラジオにやりますね。へえ。アプリだと言って MPT とかテレビのオリドゥバイデンには今そのことで話してるね。ああ、じゃあ授業のためにはダダみたいな、ゼロチャック買ったから、ただみたいな。じゃあその通信のお金はかかりませんよっていうことをこれから作ろうとしてるね、はい、未来だな、未来の社会ですね。だからコロナになってる状況にいいのやつもいっぱいあったね。そうだね、すごいな、コロナがいろんなことを助けてくれてるね。あとはあのオンラインであのヤンゴンとかマンデリとかは大体あの都会はオンラインで例えば電気代とかは払ってますでしょ、うん、払ってるんですけど、これから今日発表しましたのはこれから田舎全部ミャンマー国内全体なんかオンラインから電気代を払うことができるというあの UAB、ERD、あとはキビザ。すごいね、もうどんどん便利になるね、はい、バンクと契約したのを発表しました。すごい、もう外出なくていいじゃん。ウイルスでいろいろ教えてますね。まあ もしかしたらね、今はウイルスは終わってないんですけど、なんかこれからまたウイルスみたいな病気とか何をしたらいいかみんながね分かったよね、大体は。そうだね。こういう病気自体はなくならないでしょうね。ね。だからここまでね、世界中がっていうのはなかなかね、ないでほしい。ね。なくなってほしいな、そういうのは。絵を描く人。うんうん。ヤンゴン総合病院。医療スタッフの絵を描いてるそうです。はいはいはい。チャリティーで絵を描いてるんですけど、このお金を集めてね、図書館を作ったり、学校用のソーラーパネルを買ったりとか、子供たちのためですね。素晴らしい。ソーラーアワーフューチャーっていう名前でね、活躍してますね。素敵。うん、素敵だなと思って、ちょっと紹介しようかなと思って、Facebook で、ね、見れるそうですよ。あ、そうなんですね。はい、これがコロナが終わったらね、コレクションの登場しようということで、医療従事者の功績を称えてっていう。なるほど。考えてるそうです。そういうことね。はい。でもなんかちょっと素敵なニュースですね。ママも絵描く？ママは画伯ですよ。ね、画伯でしょ。ちなみにあの2人とも急に日本語講座始まるけど、この場合の画伯は、画伯ってわかるかい？画伯。わからない。画は絵でしょ？そう。画伯。まあ、絵を描くプロのことを言うのね。時々というか最近はね、ちょっとこう人を
ちょっとだけバカにするときに使ったりもするね。そう、本当は絵が上手な人のことを画伯って言うんですよね。そうそうそう。そう、ね、今ちょっと逆になってきてて、けど冗談でね、画伯ですよって絵が下手なのに。ああ、わかりました。そうそう、はい、そういう時あるでしょ。リンは画伯だからね。はい、めちゃめちゃあの上手な画伯ですよ。いやいや、見たことあるけど、リンはそんなに絵は上手じゃないから。絵はめちゃめちゃ下手。絵は好きですけど上手じゃない。あ、これはあれですね、上手い人の言い方ですね。ああ、そのほどない、全然。中で一番絵が上手なのは春からね。本当にダメだよ、あとでさ、書いて送ってよ。絵を描きたいのが欲しい。早くて助かる。やばい、これはやばいな。春か、これ待ち受けにしていい、私。まあ、それは、カフォトに教えたの猫だよ、あれ。なんで下半身がアルファベットの Q なの？それは、あ、座ってるの猫ね、あれ。あ、座ってる猫なんて、尻尾なんだ。はい。かわいい。え、すごいかわいい。めちゃくちゃ上手でしょ、ママ。かわいいでしょ。でも、はるかいいよ、本当にいいよ、これは。かわいい人はね、か、描いてるからね、ママ。かわいい人が描いてるから、あの、ね、猫だっけ、これ。犬だっけ。猫だよ、ママ。だから可愛いと言ってるんですけど、猫がいるかはわからないね。はるかさん、はるか画伯はすごいね。それ鳥鳥、今私そういう風になってる。毎日卵とか肉を食べたら、鶏肉は毎日食べてるから。これ りんちゃん、これは なんですかね。ネズミ。私の犬、私の犬は犬。ネズミじゃないの？ネズミかと思った。私もね、カはネズミと思った。犬ですよ、それは。画伯。だからネズミは立ってるみたい。そうだね、それ以上言わないであげて。私だけコロナが減ったな。はるかは可愛さがあるかな。可愛さがある。で、りんちゃんはちょっと恐怖がある。怖い。恐怖どういう意味ですか、恐怖。え、なんかその犬、かっこ犬らしきもの の, あの腕に生えたよくわかんないこのギザギザとか、ちょっと怖いよ。なんか血を流してるんじゃない。血を流してないよ。うん、でも血を流してあれはあの毛だよ。毛が毛だよ、毛。うん、すいません、もうこれ以上言わない。あ、かわいいな、ママの。あざと。ママも結構画伯だね。あ、猫ですね。あ、上手。なんか上手でつまんないな。犬。社長、本当に上手だね。僕は、あの、絵得意ですね。あ、すごい。社長はね、何でもできるんですけど、一個だけできないね。何？何かな。それは、自分でもわかるでしょ、社長。何かな、わかんないな。全部上手ですけど、1個だけね。1個だけ、なんだろうな。恋人ができないことかな。それ当たり前でしょ、社長、それは。失礼だな。社長、だからダメだよ。すいませんでした。何でも上手し、できるし、その人はね、1個ぐらいはなんか下手みたい。でもスタジオの下手は彼女できないから寂しい。どうしたらいい。何でもできる人って自己完結しちゃうじゃないですか。そうだね。あ、例えば料理とかも、ね、できない人だったら、うん、そのぐらいいたらなって本気で思うんでしょうけど、できちゃうと できちゃうからね。しかも変な話、自分で作った方がうまかったりするじゃないですか。まあそうだね。いや、でもやっぱ美味しいかどうかじゃないかな。また食べちゃった。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったらクリオカを、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、はるかとりんとカズでした。ミンガラバーでいいよ、変えてくれても。なんか世界に
の国のこんにちは使いますとか。面白い面白い。ちょっとね、飽きてきた、うん、最初の挨拶変わらないのちょっと飽きてきたから変えたいね。しかもちょっと勉強にもなりますよね、そのスペイン語とかフランス語とか有名なやつだけじゃなくて、ちょっとマニアックなところとか詰めてみたい。じゃあカチンコからする。まあ今日はじゃあミャンマー語でしょうか。ミンガラーバーからです。ミンガラーバーメーザチャンネルはるかです。はい、こんにちはじゃなくてね。はい、はい、いいよ、言うてない。